先生、それでケナ太郎は、あいつは助かるんですか？大変申し上げにくいのですが、はい、こんなこと私の人生でも初めての経験でして、一体どうなることか。必ず生きて戻れるという保証はできません。そんなケナ太郎が死んだら俺。どうぞ下でケナ太郎くんをあげましてやってください。あ、いいんですか？早く行ってあげてください。はい、よし。ケナ太郎待って、今すぐそばに行くから。よいしょ、失礼します。よいしょ、よし、ケナ太郎来たよ。大丈夫？でかっ、体でかっ。ケナ太郎お前何食ったらそんなお腹になっちゃうんだよ。お兄ちゃん。え、何？俺自分の体だから分かるんだ。え、もう限界が近づいてきている。そんな、ケナ太郎頑張れ。頑張って、まだ目をつぶるな。お前幸せになってる。え、あ、大丈夫？子供？まさか、昨日なんかご飯と間違えて消しゴム食べちゃったら、それに命が宿ったのかな。はい、ケナ太郎、ケナ太郎気絶した。ケナ太郎に子供？ちょどこ行くの？ああ、ちょっと、ケナ太郎大丈夫？ちょっと起きて。あの赤ちゃんどうしよう。すいません。おびっくりした。はい、今の子供はケナ太郎の子供です。多分今走って外に行きましたよね。そうです、なんか生まれた瞬間ピューって勢いよく出てったってことは、まさか。え、何か知ってることあるんですか？おそらくあれは神に選ばれた赤ちゃんだね。神に選ばれた？古くからの言い伝えで、この町に5つだけある伝説の哺乳瓶を探し求めて旅に出たんだ。伝説の哺乳瓶？何を言ってるんですか？とにかくバブ太郎くんについて行って5つの哺乳瓶を集めなさい。バブ太郎くんじゃないと、はい、死んでしまう。死んでしまう？嘘でしょ。お兄ちゃん、ケナ太郎起きた？もうちょっと体良くなったら必ず一緒に行くからさ。はい、とりあえずバブ太郎について哺乳瓶集めてきてあげて。分かった。とりあえずじゃあ行ってくるね。はい、てなわけで皆さん、なんかよくわかんないけどバブ太郎がね、5つの哺乳瓶を探しに行っちゃったんでね、捕まえていきたいと思います。皆さんチャンネル登録とね、高評価して応援してください。目標高評価は2000お願いします。そんな余裕ないか。早くバブ太郎。すいません行ってきます。じゃあ元大統領です。おい、バブ太郎どこ行ったんだ。いや、これもし捕まえれなかったら俺のせいだよ。てか、なんでケナ太郎から赤ちゃん生まれんの。いや、とりあえず探さないと。バブ太郎どこ行ったんだ。すごいスピードで、ん、声する。いたちっちゃ。ちょ、危ない。そんなとこ通ったら危ないから。なんかめっちゃあっち行ってる。ミルク探してんのかな。哺乳瓶探してるんだ。ちょっとどこ行ってんの。そんな山行っちゃダメだって。バブ太郎ちょっと待って。よいしょ。潜水艦あ、乗ってた。ちょ、潜水艦運転できるの。急がないと。これ誰のか分かんないけど、すいません、乗らせていただきます。潜水艦。バブ太郎待って。バブ太郎、よいしょ。バブ太郎待って。よう運転できてるね、その体のちっちゃさで。どこ行ってんの。止まって。よし、捕まえた。よし、外出たな。よいしょ。何あれ。ほんとだ、哺乳瓶だ。これがあの先生が言ってた、あの伝説の哺乳瓶の5つのうちの1つってことかな。なんかマグマの哺乳瓶って書いてある。じゃあ取るよ。よいしょ。はい、取ったよ、ケナ太郎。あ、バブ太郎か。欲しいの？うおー、びっくりした。後ろがマグマになってる。なんで？マグマの哺乳瓶って書いてあるからかな。マグマになっちゃった、周りが。おいしいの？はい、飲み？あ、おいしい？
次の哺乳瓶。ちょ、行かないで行かないで。ちょ、どこ行った？あれ、どこ行った？あれ、どこ行った？あ、いた。すばしっこいな。待って。残り4個もあんのか、これ。無理でーし。ああ、やばい。結構山奥まで来ちゃった。バブ太郎、どこ行った？見失っちゃったよ。バブ太郎。あ、いた。危ない。そこ危ないって、ちょっと。そんな高いとこ行っちゃダメ。ミルク？ああ、ちょ、どこ行ってんの？危ない。え、落ちたら死んじゃうって。あ、ケガ太郎。お、戻ってる。あ、大丈夫だったって、ケガ太郎は大丈夫そうだね。バブ太郎、見て、あそこ、見て、あそこ、熱い軸くるくる回ってる。やばいって。ミルクがあるらしい、あっちに。どうしよう。じゃあ、俺たちも早くついていかないと、危ないって。これ、やばいよ、落ちたら。大丈夫？俺は大丈夫で、足が得意だからけど、お兄さんが。やばい、バブ太郎、もうめっちゃ先に進んでる。早く。オッケー。よし、最近俺ね、アスレチックちょっと上手くなったから。うお、やばい、怖い。でも怖いんだけど。オッケー、よし、来たよ。はい、ケンタロウ行って。バブ太郎、やっぱり俺の血引いてるからアスレ上手いな。早く、お兄ちゃんも。はい、オッケー。こっち。危ねえ。よかった。これはどうすんの。え、いける？いける。そういうことか。これ怖いな、ちょっと。よし、いけた。で、え、くるくる回って。あ、そういうことか。これに乗って。あ、バブ太郎いるじゃん。待って、落ち着け。そこに飛び移って。ほい、オッケー。あ、ないよし、こいバブ太郎、ちょっと待ってって。危ない。捕まえて、ケナ太郎。危ないから。来た。動けない。危ない。哺乳瓶見てるよ。おお、なにこれ。ちゃんちゃん哺乳瓶って書いてある。これが欲しかったの？あ、飲みたいらしい。これ、開けたら。あ、飲んでる。ちゃんちゃん、あー、喜んでる。めっちゃ喜んでるよ。ちょ、そんな走り回らないで。危ないから、本当に。で、これでミルク何個？これで2個だから、残り3つ。よし、残り3つ。早く見つけて。バブ太郎、おとなしくさせよう。うわー、元気だ。ちょっと待って。俺が先に行くから。オッケー、行こう。バブ太郎、ついてきてる。バブ太郎、ちゃんと乗れる、こっち。よし、オッケー。バブ太郎落ちた。え、生きてる？なんか動いてる気が。助けに行かないと。助けに行くの？あの水めがけて落ちるんだよ。じゃあ、バブ太郎が、やっぱ見えなくなった。行くしかない、ケア太郎。うわりゃー。行けた。お兄ちゃんも早く。怖い。行けー。よし、危ねえ。よかった。バブ太郎は？バブ太郎、バブ太郎、どこ行った？あ、待って。あ、なんかここ洞窟ある。え、まさか勝手に洞窟入ったの？そんなわけないよね。え、待って、ケア太郎、ここに。え、バブ太郎がさっきやってたおしゃぶりがある。ケア太郎つけるな。バブ太郎だもでかいな。あ、なんか書いてあるよ。この先に怪しいミル。何、怪しいミルって？ミルクじゃない。あ、ミルクなのかな。じゃ、この先行ったんじゃない？ここに哺乳瓶じゃない、おしゃぶりがあるってことは。そうだ、絶対そうだ。行こう。助けに行かないと。大丈夫かな。ケラ太郎、バブ太郎。バブ太郎ね。自分ね、それ間違えた。バブ太郎、なんもないけど、なんか奥あるよ。なにこれ。おミルクだ。哺乳瓶だ。3つ目、悪魔の哺乳瓶って書いてあるけど、あれ、バブ太郎がいないやん。よいしょ、とりあえず取るか。でも、とにかくさ、先に哺乳瓶集めた方がいいから。そうだね、バブ太郎にこれあげよう。よし、戻ろう。何、悪魔の哺乳瓶って。怖すぎでしょ。悪魔が宿ってんの？無理でしょ。何、あのモンスター。悪魔が出てきた。倒さないと。兄ちゃん、武器持ってる？いや、これは逃げた方がいいよ、ケナ太郎。逃げろ。待って、開かない。やばい。ケナ太郎、助けて。武器ないの？お兄ちゃん、俺武器ある。ハンマー。それで戦え。いけ。頑張れ。いいよ。わ、俺素手しかないから。ナイス。なんでこいつ歩き方キモいこいつ。痛い。死ぬ。こいつめっちゃ強いよ。お兄ちゃんに俺死んじゃう。ナイス。強い。
でもこれどうしよう、開かないんだけど。待って、お兄さん。お、これ倒した敵のところにレバー押してる。レバーあんじゃん。お、出れる出れる、これで。あ、よかった。よかった。そういうことか。でも待って、ババ太郎がいないよ。ちょっと、バブ太郎どこに、食べられたの、あいつに、まさか。あ、ババ太郎、ババ太郎いた。どこどこ。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、ストップストップストップ。何言ってんだよ。ちょ、ストップ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 、ちょ、そっち行かないで。はい、バブ太郎。ミルク、はい。これ悪魔の哺乳瓶。これで3つ目か。残り2つだ。また。ちょ、追いかけて追いかけて。なんだ今のまま。今閉じ込めようとしたよね、絶対俺らを。絶対した。待ってー。どこ行った？どこだよここ。なんかすごいとこ来たけど。おもちゃの国みたいなところにいるけど、バブ太郎。おい。どこだバブ太郎？待って、なんかバブ太郎浮いてる。キャブ太郎、あそこあそこ。本当だ。ちょ、どこへ行ってんの、どこ行ってんの。おお、やばい、追いかけよう追いかけよう。あれどこ行った。うわ、めっちゃ上行ってるバブ太郎。あの先にいるバブ太郎。ちょっと待てよ。よしよし。バブ太郎がこっちに行ってるってことは、この辺のどっかにあるのかな。多分あるんだろうね、哺乳瓶。よいしょよいしょ、はい、行け、こっちこっちこっち。よし、危ねえ。あれどこ行った。上早く捕まえて。いけ。鉛筆見て、下に鉛筆ある、でっかい。ほんとだ、鉛筆だ、すごいなここ。すげえ。やべ、危ない危ない。こう見てみるとすごいな、この家、家じゃん。家だねこれ。あったあったって言ってる。どこだ。何、あったあったあった、哺乳瓶。バブ太郎どうした、バブ太郎。あれ、キャサロ見てこれ、ハズレダニョンって書いてある。偽物。おい、バブ太郎、前についてた偽物掴んじゃったじゃん。これ、はい、これじゃダメなの。うわー、しょ、これじゃダメなんだ。あそこ、どこ。あれじゃない、これなんか、花の植木鉢の下にある、あの金のやつか。待ってるから言ってな。ねえな、俺たちのこと雑に扱って。どうやっていくんだよ。お兄ちゃん、これ。え、エリトラあるじゃん。エリトラでいけるんだ。これ来て、あ、いける。ケンタラ、これで取りに行けるよ、あそこまで。ちょっと、バブ太郎、危ないからさ、そこで待ってるんだよ、ちゃんと。待ってて。行こう。行くぜ。行けるケンタロ。あ、行けない。よし。あ、これ花火いらないじゃん。よし、着いた。ここじゃない。あった。来て、こっち。これ。あ、ほんとだ。4個目。え、なんか、ファイナル哺乳瓶。あれ、でもまだ4つ目じゃないこれ。なんで4つ目なのに、ファイナルなの。おかしいね。まあ、でもとりあえず取っとく、これ。とりあえず取っとくか。よし、あっちにいるバブ太郎にあげよう。あ、バブ太郎いなくない、あれ、よく見たら。あれ、さっきあそこにいたはずだけどな。またどっか行った。嘘でしょ。君たち、ご苦労だったね。おー、びっくりした。先生、なんでここに。全ての哺乳瓶は集め終わったかい。いや、今ちょうど4つ目を集めたところです。あと1つないよ。いや、それでいいんだよ、足りてるね。え、あー、そっか、説明してなかったね。これは僕の研究のために集めてもらっていただけなんだ。一番最初の哺乳瓶は病院にあるぞ。病院ってことは、先生が持ってるってこと。そうだ、最後の1個はこれだ。え、ほんとだ。さあ、お前たち、今まで集めてきた哺乳瓶を私に渡しなさい。え、これ。え、それバブ太郎に飲ませるんだからダメだよ。おじさんには渡さないよ。うるさい。俺はこの哺乳瓶で、あのバブ太郎みたいな消しゴム人造人間を作るのだ。さあ、わかったら。とっとと渡しな。やばい。逃げよう。一回、エリトラで。そうだ、エリトラで逃げよう。やばい。来れないだろう。よし、バブ太郎。あれ、いないな、バブ太郎。お兄ちゃん、ここに来て。オッケー。来たよ。待ちやがれ。やばい、来た。
やばいやばいやばい。大丈夫、俺がこのハンマーで倒して任せとけ。あいつを倒すんだ。いけ、俺何も持ってないから。任せまじ、おい、痛い、待って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 、お前もだ。やばいやばい、俺狙われてる。ケンタロウ行け。任せ、リザ、ほら、正義のハンマー。ステーキパンチ、ステーキパンチ、正義のハンマー。何が正義だ、俺が正義だ。ステーキパンチ、俺も正義攻撃。正義のハンマー。やったの。倒したけど、あいつの哺乳瓶は？待って待って、持ってた持ってた俺。おお、これが始まりの哺乳瓶。ってことはこれで5つ揃ったよ。うわあ！よし、じゃあ早速飲ませてあげよう。そうだね、バブ太郎に飲ませないと。バブ太郎が死んでしまう。なんか落としてる。なんか待って。バブ太郎飛んでるかも。バブ太郎！危ない。バブ太郎！飛ぶな飛ぶな、こっちこっち。そう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 。ちょ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 。めっちゃ暴れてる。はい、バブ太郎。ミヤコミヤコ、めっちゃ元気いいな。ええええええ、ピシロムになってた。バブ太郎、まさか俺が昨日食べたキシロムあれこんなんだった。はい、ということで、なんか知らないけど、バブ太郎はなんか昨日ケンタ太郎が食べた消しゴムだったみたいです。バブ太郎が可愛いって思った人はね、高評価蘇らせてくれって人はチャンネル登録とコメントお願いします。てなわけで、いつも動画見てくれてありがとう。またね、明日の動画も見てください。バイバイ。